ファンクでーす。こないだね、東照宮第一売店っていうところでいろいろ食事してきました。とてもなんか賑やかなねお店なんですけど、すごくねテンションがね、アテンションプリーズです。すごくアップ。ん？なんじゃこれ、カレーそうめん。すごくね懐かしい感じのする店内でね、そのカレーそうめんをねバンクちゃん頼みました。でね、出てきたねカレーそうめんはね、本当にねカレーそうめんだった。ごめんなさい、そのまんまでだってそのまんまなんだもん。うん、お店のねおばちゃんはね、これからもっとね暑くなるとね涼しくてすごく美味しいよってね勧めてくれました。カレーがね飛び散りそうだからね、今日カッパ着てくればよかったかな、うん、最近ねジャスのね飛び道具ですよ、うんそれじゃあね実際食べてみた感想は、カレーはねもう家庭のね味のカレーで、ちょっとねあの蕎麦屋さんのカレーっぽいなんていうの味もするのね。それにねこのそうめんねめちゃくちゃ合う、うん、夏とかね清涼感あっていいんじゃないのかな、うん、これ予想以上にねいける。このねメニューはねここですごくね人気の商品ということでね、皆さんもねもしねお届けした際はね食べてみたらどうでしゃろうか、うん、でねここにはねもう一つねパンダそうめんっていうね謎のねなんていうメニューがあるのよ。それがねもうそろそろねスタートするらしいのね。で今度これ食べにおいでよってね、あのこのお店の方たちにねお誘いを受けました。それなんでねまた食べに来なきゃですよ。パンダそうめんどんなねやつなのか実際ね見てみたいです。お店の皆さん優しくしていただいていただいていただいてありがとうございました。それではね早速相談のコーナー行きたいと思います。動物病院の先生がイケメンで親身になって話を聞いてくれるのでちょっと恋してしまいました。この悶々な感じどうしたらよいでしょうか。アットマーク患者。もうしょうがないな女性はさやっぱイケメンに弱いですね、うん、だってさこれ商売ですよ先生も、うん、ね患者さんのねあの連れてきたあ主にね話をいっぱいね聞くのはこれが仕事ですよ、うん、こんなことでねさ悶々してどうすんのよ、うん、ファンクなんかねよく行く会社の健康診断あるでしょ。あれのねあのバリウムのコーナーのねあの女医さんがねもうムチムチでねガン見しちゃうよ、うん、あの女子アナのさミトちゃんにそっくりなのよ。パッツンパッツンでねたまらん去年も話したでしょ。ずっと見てて、でどうしてそんなに私をずっと見てくるんですかって言われてね、いや男としてね素敵な女性をね見つめるのはね自然な行為なんじゃないでしょうかってファンクが言ったらね、いっぱいバリウム飲まされたこれはしょうがないね、うん、もしね相談者さんがね独身ならねガンガン行っていいんじゃないの。ファンクはもうおじさんだからね見てるだけで十分です。ファイトですよファイト。後楽園のところにねお弁当のホットというねちょっとね名前は全然他のお弁当屋さんと被ってないですよ、うん、オリジナリティあふれるねお弁当屋さんを見つけました。ここでねいろいろメニュー見てたんだけど、普通のねお店ではね目にしないものがいっぱいある、うん、うどん鶏飯とかね、あとまあ
幕の内弁当も入ってるからなんかちょっと変わってるよ。あと味噌豚丼とかね、あと鮭そぼろ、これすごく食べたかったでね、今回ねファンクはね、その中でもねここでとても有名なね学園弁当370円を購入しました。ここはね、周りがね、学生街ということでね、学生のためにね、もう体力がついたり、あとね、野菜とかもね、いっぱい取れるようにね、いろんなね、具材が入っているお弁当です。それでね、中に入ってるのはね、揚げちくわとね、海苔がね、いっぱい振られてるんだけど、あとね、おひたしとね、おしんこ、あと唐揚げと、あと卵焼きと、あとね、メンチみたいなのはね、中にいっぱいイカが入ってるのよ。イカメンチみたいな感じかな。すごく美味しかったよ。なんかこのね、おかずが一番ハマった。面白いからまた今度ね、機会があった時にね、違うね、メニューも頼んでみたいと思います。味も美味しいよ、すごく。鮭そぼろというお弁当食べてみたい。あのね、鮭の身をね、ボロボロに崩してね、ご飯の上に乗ってる写真がアップされてたのね。すごくうまそうだよ。そのね、メニューの写真を見た瞬間に、何乗ってんだろうってね、近づいてみたのね。思ったの。鮭だー、鮭だー、あー、鮭だー。ごめんなさい。それじゃあね、今日はここまで。じゃあねー。東京シエクラブが、相談事や怖い話や体験だ、許せない出来事の話などを募集してるんだって。よこしてみなさいよ。男なら、ガンガンよこしてみなさいよ。そんなんじゃ、私は、ものにできないわよ。